つでもどこでもグリーンオン。今日は、視聴者様からいただいた、リクエストですね。で、レンジャーのメンバーのクラブセッティングという形で動画を撮らせていただいてます。レッド編です。レッド編早速見ていきます。いつでもどこでもグリーンオン。ちょっとレッドのクラブセッティングを教えてほしくて、はい、動画撮ってるんですけど、はい、下からいきますか。下からパターからパター、はい、パターはあのオデッセイの赤いやつ、マレットタイプ、マレット型、ツーボールのやつ、ツーボール、はい。まあ、これぶっちゃけ俺に合ってんのか合ってないのかちょっとよくわかんないです。まあ、ただ感覚っすもんね。まあ、なんかね、そんなに合ってるって思わないんだけど、まあ、このパターンに合った打ち方っていうのを打ってる感じかな。なるほど。まあ、80切ってスコッティキャメロンでも買ってほしいなみたいな。この間の10万円で10万の。でこのカバーがね、そのオデッセイの専用のやつで、はい、なんかアメリカ限定のカバーらしくて、はい、俺がレッスン通ってるゴルプラのコンペでもらったんですよ。その時は何位だったんですか？7位です。7位。7位でヘッドカバー。いや違う、なんかね、店員が余ったらしくて、はい、くれくれってずっと言ってたらくれた。あ、そうなんですそういうこと。そういうこと。次は3度すかね。エッジは58、54、50。これちょっと全部色別々なんだけど。けどいい揃え方ですね。色一つ。58が一番のお気に入り。このハイトゥーエッジ。この、ね、あれなんか一時それ抜きませんでしたっけ？これは抜いてない。あ、抜いてないでしたっけ？フェースが全部なんていうのこれ。全面がどこで当たっても。ミスにならない。だってこの普通のやつはこのツルツルの部分当たっちゃったらさ、ね、これ全部ある。あ、そうなんだ。これ今後全部これにしたいなっていう。揃える感じですね。そう、これにこのハイトゥーエッジにしたい。これ全部テーラーメイド。テーラーメイド。うん、なんかね、この54度がね微妙なんだよね。この黒いやつ。何微妙？なんか。あんま好きじゃない。相性が悪い。相性悪い。なんかもうプレゼント企画行きなのよ。視聴者プレゼントしちゃおうよ。ここら辺は。この50度はすごく当たりがいい。じゃあ50、58は結構使ってると。うん、54使う機会があんまりない。あんまりない。あんまない。アイアン全部一緒ですか？アイアンは全部。54とか一番使いそうですけどね。テーラーメイドの間の。M1。M1 だね。結構長いですか使って。どのぐらいだろう。長いっけなこれ。この2年ぐらいじゃん。あ、じゃあ本当にやり始めた時に。そうやり始めるタイミングで変えたって感じ。今のみんなが使ってるようなアイアンよりは多分ヘッドがでかいんじゃない。あ、確かにちょっとでかい。でかいの。なんかみんななんか薄いじゃん。薄いですね。このキャビティの打感はなんかパコーンって感じ、すげえ弾くね。すごいいいっす。これ当分変える気ないっすね。アイアンは。うん。シャフトは？シャフトは全部 NS プロ。NS プロ。930、930だね。じゃあピッチングから5番まで。いや4番。あ、4番も。4番もあるのか。これずーっと4番アイアン使ってて。はい。限界を感じて、はい、とうとうこの上、ユーティ、4番ユーティ、これはもうめっちゃ使ってる、ね、最近めっちゃ使ってますもんね。すごい簡単に飛ぶから。すごい簡単に飛ぶから。これプロゲーマーです。なんか最近話題のやつね。これはいいよ。シャフトはディアマナ。の S、 これ純正のやつ。それでどんぐらい飛びます？200飛ぶ。これ190か200ぐらい。これはいいよ。もうなんか誰でも打てちゃうよみたいな。誰でも打てちゃう。その上がこれも同じ RS の
トルシャフトも一緒の5番、まあ、実はね、あの動画ではあんまり出してないんだけど、やっぱ練習場で結構練習してる。じゃあ当たるようになったら、当たったら220から30ヤードぐらいでいけてる。じゃあ230、これはいい。230って俺のドライバーと一緒ですから、ね。もともとウッドはあんまり握らないですもんね。全く握らなかった、うん、これからだね。これからこれを使えるようになったら本当にゴルフが楽になるんじゃないかな。2打目のね、うん、パー5とかで距離出して、うん、でドライバーはこのプロギアの上3つはプロギアで揃ってるんですね。そう、 RS のこれ今最新で出てるプロギアの前の前のやつかな、うん、2015年か16年か、その時に出たやつ 10.5 の RS で、ショップ会社ね、シャフトは、数ヶ月前に買いました。これはディアマナの DF60、 結構その引っ掛けに悩んでる人はなんかフェードが打ちやすいシャフトらしくて、それにしたくて。でも元々ドローボーラーでめっちゃ飛んでたから、ドローボールで飛んでたんだけど、もうそこからやべえ G ピンが始まり、でこれにして、まあ、ちょっとは軽減されたから、うん、てかフェードが打ってるようになった。あ、なるほど。こいつなんか昔レッドめちゃめちゃ飛びましたからね。これあれは多分黒花って呼ばれてるシャフトだった。あ、そうなんですか。黒いディアナ昔、うん、まあ、マンブリ、毎回マンブリの状態の時は、まあ、7でも何でもないボールです。もうボールはもうめっきりもうずっと最近はこれしか使ってない。最近これですね、キャロウェイのクロムソフト X の、めっちゃ飛ぶっすね、赤いサッカーボールのやつね。これ結構ね、大量に買うから、この前ネットで買ったらさ、いつもいつもありがとうございますって手紙添えてなんか送られてきたよ。買いすぎて、あのね、多分いつもたまたま同じとこで買ってるんだろう。あ、別にこだわりなく買って、たまたま一緒だってこと。多分同じ店の、いつもいつもありがとうございますって言われちゃったり。また買ったらなんかこいつすげえ球なくすなと思われると思うけど、違う、すげえゴルフ行ってるだけだよ。確かに飛ぶって言いますもんね。これいいね、もいい。クロムソフトだ、ダメなの。クロムソフト X じゃなきゃダメなの。あ、そうなんだ。試したんだけどダメだった、こっちだった。すごいよ、なんか多分ドライバーがちょっと当たるじゃん。多分ボールこれぐらいになってる。いや、それはなってない。接続はなってない。違う、なってない。これはないです。これぐらい、もうデシャンコになってる感覚。ああ、じゃあ結構柔らかい感じで。反発がすごい。反発がすごい。打ち下ろしなら300ヤードだと思う。確かに。実証済み。うん。多分これマジでいい。はい、ということでレッドのクラブセットでした。続いてはグリーンですかね。グリーンのやっていきたいと思います。僕の動画ないんで、まあ写真になると思いますけど、写真出していただいて、まあ、説明を少ししていければと思います。まずどこからいきますか。バックですかね。バックはキャロウェイですね。まあ僕もともとキャロウェイ結構好きで、まあもうキャロウェイが好きっていうか、石川遼君がもともと好きで、まあ、そこでキャロウェイ使ってるってなった時に、キャロウェイいいじゃんってなったのがきっかけなんですけど、まあちょっとバックに関してはまあ何でもいいかなって思ってます、正直。これも本当にすごく、確かなんかセールかなんかやっててすごく安く買えたんで、まあこのバック使ってますけど、まあバックはもう何でもいいかなって正直思ってます。で、パターは僕もともと何使ってたんだっけかな、ちょっとあんまり覚えてないですけど、まあ一回買ったパターがあって、あんまりすごい調子が良くなかったんですよね。でたまたまその時に、レッドがもうパター、今使ってるパター使わなくなるからあげるよって言ってくれたパターなんですよ。トミーアーマーっていうメーカーなのかな、トミーアーマー。ただちょっとどの形なのかちょっと分かんないですけど、ピンタイプ使ってて、まあこれがすごいしっくりきてるんで、僕今変えてないですけど、まあここ最近100も切れるようになってきたんで、まあそうっすね、スコッティキャメロ本当は欲しいんですけど、
まあ、ここら辺もちょっといろいろと買い替えようかなとは思ってます。だけど、まあ、今のところやっぱ僕ちょっとピンタイプがすごい合ってるなとは思ってるので、まあ、次買うのもピンタイプか、まあ、ちょっとフィッティングしてみていろいろ決めようかなとは思ってますけど、はい。サンドが僕がクラブバッグの中に入れてるのが52と58、この2つですね。でキャロウェイのマックダディ、確か52がマックダディ3かな、で58の方は確か2だったはずです。アイアンがピッチングから5番アイアンまでは、キャロウェイの X フォージドで、シャフトがダイナミックゴールド、これがもう2013年ぐらいだったと思うんですけど、まあ、それこそ本当に石川遼くんがこのクラブ使ってて、あ、僕もこの、まあ、僕もそのクラブを見た時に、あ、めっちゃかっけえと思ってもう一目惚れで買っちゃいました。だからフィッティングしてないんです。フィッティングしてなくて、でダイナミックゴールドもあのブルー動画で言ってましたけど、なんか男ならダイナミックゴールドだろうみたいな、確か僕も同じの確か見たんですよ。でダイナミックゴールドにしちゃって、まあ変えればよかったですよね。まあ僕は NS プロぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ次買い替えるときは、まあ、ちゃんとフィッティングもしてみて買い替えたいなとは思ってます。7番ユーティ、これ7番ユーティはもう正直わからないです。無名です。無名の7番ユーティ、もともと僕がゴルフ始めてどんぐらいだったかな、まあなんか自分のものは欲しいんですけど、そんなに高いものを買おうとは思わなくて、僕で最初に買ったクラブセットがネットで3万ぐらい、もうフルセット3万みたいなのを買ったんですよ。でその中に入ってた7番ユーティだけはもう相性がものすごく良くて、で7番ユーティだけはずっと入れてて、でなんか買い替えることができないでいるっていうのが現状なんですよ。だから、まあ、またこれもパターと一緒で、パターと7番ユーティと、で僕、まあ、これから説明しますけど、ウッドが入ってないんで、ウッドもちょっといろいろとフィッティングして買い替えたいなとは思ってます。ただこの7番ユーティめちゃめちゃ相性いいんで、多分僕動画でも7番ユーティ結構握ってると思うんですよね。7番ユーティ3番ユーティは結構握ってるんで、この7番ユーティ以上な相性のいいやつに出会いたいと思ってます、いずれ。はい、で次3番ユーティ、これがキャロウェイの X2 ホットのスチールシャフト、これ僕結構、まあ結構前かなに買い替えて、スチールシャフトの7番ユーティめちゃめちゃいいなと思って、まあこれこそ本当にイエローにずっと言ってましたよ。あの結構うちのメンバー、レッドもそうですし、まあ、ブルーはそうでもないですけど、イエローも結構ウッド握らないんですよね。ウッド握らないんで、僕はもう僕もウッドは結構どちらかというと苦手なタイプ、あまり触れないんで、いやユーティリティだったらいいかなと思ってユーティリティ入れてみたら結構当たりが良くて、でまあ飛距離も結構伸びたんで、まあ僕はユーティリティを入れてて、まあメンバーに、まあイエローとかには言ってましたけど、まあイエローはシカトしてましたね。で今4番ユーティは入れてますよね。ユーティリティは結構いろんな場面でも使えるんで、まあラフからとかちょっとライ悪いところとか、まあいろんなところで使えるところがいいかなとは僕は思ってますけど、はい、じゃあ次がドライバーですか。ドライバーだけちょっとメーカーがちょっと違うんですけど、これもかなり古いですよ。買ったのはもうだいぶ前、5年以上は前かな。テーラーメイドの R11 でフレックス S、 これも純正なフレックス、シャフト使ってます。でもこれもこれは1回確かドライバーをフィッティングしに行って、これがちょうどいいんじゃないみたいな感じで R11 を買ったんですけど、まあここからももう年数もかなり経ってるんで、いいドライバーかなり出てるんじゃないですか。でキャロウェイ、まあ僕キャロウェイ結構好きなんで、キャロウェイの
まあ、ドライバーとかも結構振りましたし、まあいずれ買い替えようかな、ね、最近 TS2 買ったブルーもいますし、やっぱあとウッドが、さっきも言ったんですけどウッド入ってないんで、ウッドをやっぱり入れないと2打目の距離が、まあ、パー5とか届かなくて、やっぱり3オン、4オンっていう感じになっちゃうんで、まあ、3オンだったら全然いいですけどね、まあ、距離足らなくて4オンっていうのが一番多いのかな、まあ、全部うまくいってですけど、やっぱり距離が出せるクラブっていうのも入れとかないといけないのかなとは思ってますけどね。だから僕結構本数が少なくて、12本なんで、あと2本入るんですよね。2本入るんで、まあ何かしらちょっと入れてやりたいなと思ってますけど、やっぱり一番欲しいのはウッドかな。3番ウッド、5番ウッドあたりと、僕サンドに関しては52、58あれば、まあある程度の距離、まあそんなに正確な、なんか距離が打てないので、まあある程度な感じで僕は52、58あればまあなんとかなるかなっていうところですかね、今のところは。で、ボール僕もロスト使います、たまに。で、一番やっぱ好きなのは、キャロウェイのボールですね。まあ全然それでも安いです。1ダース1700円ぐらいの。まあ僕も結構ボールなくしちゃうんで、やっぱり高いボール買って緊張感を持ってやれた方が上手くなるよっていう人もいれば、まあ、上手くなるまでは安いボール使ってればいいんじゃないみたいな感じの人もいますし、まあ、僕はそんなに、なんていうんですかね、なるべくお金をかけなくてもゴルフ楽しいし、まあ、みんなで一緒に行くのも楽しいし、まあ、出会い合うのも楽しいんで、まあ、そこにお金をかけずに、まあ、そんなに高いボールじゃないボールを、まあ、一応選んではいますけど、まあ、けど高いボール買って飛ぶようになったらめちゃめちゃ楽しくなって、それしか使えなくなるんだろうなとは思いますね。やっぱりレッドとかブルーとか見てるとめっちゃ飛ぶよみたいな、まあそこまでのレベルに達してないですね。だからまあもうちょっとやっぱ自分の実力上がった時に、まあそういう、まあものに関してはまあいろいろ揃えたいなとは思ってますけど、まあけどやっぱりこの間の動画で、まあ、僕撮影してないですけどベスト出して94までいけたんで、まあそこら辺はそろそろかな、もうちょっと90切れたぐらいにまあいろいろと揃えたいなとは思ってます。ちょっと次何やるかまだ決まってないですけど、また、まあ、定期的に僕のこのグリーンオンは絶対にやるので、またね、コメント欄にいろいろとやってほしいこととか、こんなのどうとかっていうのを載せていただければ、コメントいただければ、まあ、その企画に対してもちょっといろいろと取り組んでいこうかなと思ってますんで、また次回よろしくお願いいたします。じゃあグリーンでした。